社会教育施設は家庭や学校の外で児童から青年、成人、高齢者に至るまで全ての年齢の人が学習や研修、スポーツや趣味に興じたり楽しむ機会を提供されることができる生涯学習のための施設。社会教育法では社会教育のための施設として図書館、博物館、公民館、公文書館が挙げられている。 また社会教育法には明記されていないものの、プール、スポーツ公園、青少年宿泊訓練施設なども社会教育施設と考えられる。日本では2017年末に地方創生の一環として博物館行政を教育委員会から市長部局への移管について検討することが閣議決定したことを受けて中央教育審議会が議論を進めている。 遺憾のメリットとしては、観光や産業を管轄する部署との連携が行いやすくなることが挙げられているが、教育委員会所管から離れることで、調査研究機能の低下が危惧されている。社会教育施設の中で大きなウェイトを占めているのは、青少年教育施設であるが、これには6つの種類がある。少年自然の家少年の団体宿泊訓練で、野外活動。 自然探求の機会を提供。青年の家青少年の団体宿泊訓練、規立、共同、友愛を養う。青年の家青年の日常生活に即した交流。児童文化センター少年に科学知識の普及、実験実習、生活指導、上層を養うための施設。野外教育施設上記1から3トル維持の目的と趣旨のものだが、宿泊施設がなく、 野外活動のための施設。その他の青少年教育施設から、少年自然の家、青年の家に類似した目的や趣旨を持っているが、目的の一つとして、青少年の交流、学習の支援も行っているが、必ずしも青少年教育だけをやっているわけではない施設。例えば、過疎地で廃校になった小学校を改装して、市が青少年のスポーツ合宿や、 野外活動も地域交流活動に再利用しているといったようなもの、ありがとうございます。